はい、えー、お疲れ様でございます。昨晩のね、リハック投手討論会、あ、じゃないや、<laughs> 候補者討論会でしたっけえー、なんかタイトル忘れましたけども、えー、東京都知事選に出られる、まあ4候補がですね、代表の4候補が、あ、いろいろと質疑を交わしたわけですけども、私やっぱりね、思うのが、石丸さんが唯一まともに 働いていたんじゃないかなと思いますねで、司会の方も司会の方にもちゃんと配慮して最後ね、締められてましたしまあでもこのスキルって特別なものではなくてねおそらくサラリーマンとして40代50代を生きてる人だったら当たり前に身につけてる能力じゃないですかね例えば上司や部下の問いかけに対してはっきりと答える数値や期限を持って答えるイエスノーで答えるね 分かりやすく答答ええるる簡潔に答えるこういったことを普通のサラリーマンは民間でせざるを得ない状況に日々追い込まれてると思うんですよですんで石丸さん一人が優秀というよりもこれが民間の力だと思うんですよねでいわゆる政治家を長く続けているとまあなんとなくなんですよなんとなくごまかしきれてるんですよねだからそういう面で様々って言葉を使ったりとかね 検討とかいう言葉を使ったりね、まだ道半ばっていう言葉を使ったりとか、一定の成果を上げているとか、それは皆さんが評価することだと思いますとか言って、全部これごまかしの言葉なんですよね。で、ごまかし続けた人が、そんな軽い言葉に騙される人を巻き込んで、まあ、いろんなところでね、バッコしてるのが、いわゆる政治家の姿じゃないかなと思います。やっぱりね、 政治資金パーティーなど、わけのわからない利権を商品として売るんではなくって、自分の稼ぎぐらい自分でちゃんとね、サービスを提供して、その対価として得る、自分の能力をきちんと評価してもらって、社会からお金を集めていく、これはあってもいいと思いますけども、例えば政治資金パーティー、小池さんもされてるみたいですし、自民党の何々さんもね、いろいろやってると思いますけども、じゃああなたは、 国会議員ではない、知事ではない、生身の自分一人の人間としてそれをやったときに、どのくらいお金が集まるんですかっていうことなんですよ、要するに、知事に対してお金が集まってるわけであって、国会議員という席に対してね、一つの席に対してお金が集まってるわけであって、大臣というその大臣職に対してお金が集ま,りは集まってるわけであって、個人の力ではないってことなんですよ。その中で、この石丸さんはどうですかね。 一つを撮っててもきちんと稼げてるわけですよ。で、自分で自分の稼ぎを作れる人がやっぱり市の運営都の運営国の運営に、まあ、最低限必要な力を持ってる人なんではないかなと思いますけども取りも直さずこの能力はサラリーマンとして日々働いてらっしゃる方はみんなが持ってる能力だと思うんですよねだから石丸さんのされてることは民間では当たり前のレベルだと思いますどちらかというと、いう この石丸さんにキリキリ舞いさせられたね古い表現ですけども残り3人の候補者はまあ損害だらしないなとこんな人たちに権力を渡している民主主義ってのは一体何なんだろうなと思うばかりでございますそれでは東京都民の皆様の奮起に期待しますいってらっしゃい